復讐に取り憑かれたる我が魂、苦悩の末にたどり着きたる願望は我が救済と、君の安らかなる眠り。もしかしてあんたは最初から。戦え、ソルジャークラスファースト、ザックス。どいつもこいつも俺に押し付けやがって。シンラが来た。喋んなくていいよ。あいつが一緒に戦ってくれた。お前。ありがとうな。
よし、一緒に食おう。本物じゃなくて悪いけどな。うまいか。あ、女神の贈り物か。このリンゴが？え？アンジール。夢が叶った。元気ですか？どこにいますか？あれから4年です。そしてこの手紙は89通目でも、もう出す当てがありません。最後の手紙はあなたに届きますように。ザックス、お花は売れ行き好調です。みんな笑顔になります。ザックスのおかげだね、エアリス。4年って最後ってなんだよ。エアリス、待ってるよ。お前も絶対生きろよ。僕たちを出すなんてよほど重要な任務なんでしょうね。我らの兄となる存在らしい。そうですか。ただ彼は果たして受け入れるのか。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。星の希望の雫となりて、地の果て、空の彼方、遥かなる水面、密かなる。逃げとなろう。